逃した。力を、頼むよ。無駄だ。煽ってみせる。寝てろ。これもどう。ここは俺が、ここで決める。切り伏せる。まだ終われない。まだまだ。これ決めるよ。期待してるわ。取れ。焼き付けた。目に物見せてやる。頑張って。貫け。甘い。これ行くぞ。まだまだ。この力で、立ってられるか。こんなところに来ていていいのかい。君に勝てば解放軍に参加してくれるんだろう。大した自信だね。気に入ったよ。勝ち上がってきな。あたいが従うにふさわしいか確かめてやるよ。ついにここまで来たんだね。あたいが見込んだ通りだ。前にも言ったが、俺が勝てば解放軍に入ってもらうぞ。あんたならあたいの全力を引き出せるかもしれない。ヒリヒリするね。さあ勝負だ。待ってるよ。それ。直すぞ。はあ、まだまだ。これぐらい。傷つけさせないわ。反撃だ。本気でいきます。無理はしないで。決めてやる。させるか。燃え上がる。えい。ここは俺が。どうした。行くぞ。切り伏せる。弱い弱い。
この娘をここまで追い詰めるか。出来損ないとはいえ、生々な期待ではないもの。やっとだ、見つけたぞ我が剣を受けるに足る相手。貴殿らに本物の剣というものを見せよう。そして死ぬがよい。機を逃すな。無理はしないで。こんなものか。させるか。這いつくばる。私の魔力を。見せてやろう、我らの力。そこ。せか。これでどう？ここは私が。となり、我思考を極め続け、今敗北を知る。我が剣完成したり。いざ地獄の鬼と相まみえる。ありがとう。おかげでなんとか動けるようになったよ。はあ、ああ全身の肉が痛い。まったく人の体で無茶してくれるよ。あんたらやってくれたね。クソジジイめ、成仏しやがった。どういうことだ。別人のようだったが。身内の恥なんだが、あれはあたいのご先祖さ。大層な剣豪だったそうだけどね。むちゃくちゃ強かったな。強すぎたのさ。強すぎて誰一人満足に技を告げなかった。ジジイはいろんな女に子を産ませ後継ぎを育てようとしたが、幼子に容赦もせず鍛えすぎて殺してしまうありさま。子を産んでは死なされ、才なしと見れば容赦なく捨てられる。気が触れた女もいたそうだ。ひどい話だろ。だが女たちは復讐した。命を懸けてジジイを呪ったんだ。ジジイは肺を患い、さらに男子を授からなくなった。肺患いは死に至る病だよな。ところが追い詰められたジジイは怪しげな術に手を出した。子孫代々の体に宿り、剣を極め続けようとしたのさ。ゼノイラの術と似たようなものだろうか。ゼノイラ？そうね。ただあたいの先祖はこの大陸の外から来たらしい。
とにかく呪われた宿命を終わらせてくれたのはあんたらだ。第四ができちまったな。あれいい、あたいもついてくよ。いいのか。目的は果たしちまったしね。それに負けたら解放軍に入る約束だ。あんたならあたいをちゃんと使いこなしてくれるだろう。闘技場の王者が加わるのは心強い。歓迎するよ。なあ、一つだけ悪いんだけどさ。なんだ。そのこの体だろ、そのちょっと大ぐらいなんだ。いい？ご飯たくさん作りますね。